ケイティ・スミスことキャサリン・メイ・スミスは、アメリカ合衆国、オハイオ州ランカスター出身の元女子、プロバスケットボール選手である。ポジションは、ポイントガード。ワンは、デトロイト・ショック所属。高校時代、年間最優秀選手に選ばれる活躍を見せる。オハイオ州立大学では、1年目より、タイトル獲得、ビッグ10における得点記録も更新し、MVP も受賞。 背番号30は、同大学の永久欠番となった。卒業後は、ビエルのコロンバスクエストに入団。しかし1998年にリーグが消滅したため、ワンバのミネソタリンクスに分配ドラフトで入団。2001から02のワンバオフには、ポーランドリーグに参戦。2006年、デトロイトショックに移籍。オールスター5回出場、ファーストチーム2回選出。 さらに2006年のオールディケードチームにも選出される、活躍を見せる。2006.2008年には、ワンバ優勝に導き、2008年ファイナル MVP を獲得。2009年には、トルコリーグのフェネルバフチェ入団が決まった。2010年、ワシントンミスティックス。2011年、シアトルストームに移籍。ナショナルチームでも1996年により、 五輪三大会連続、1998年より世界選手権に大会連続金メダルを獲得している。2013年、ニューヨークリバテで引退、アシスタントコーチに就任。ありがとうございます。